今回ですね、今週末、茂木で行われます FIA4 の最終ラウンド、こちらのね、合同トレーニングにお邪魔してきました。今回ね、その中で、次期 FIA4 のね、ニューマシーンが展示してありまして、メカニックにもね、少しお話を伺って、動画をね、撮ってきましたので、そちらのね、内容をお伝えしていこうかと思います。はい、それではね、簡単にスペックを紹介いたします。まずね、シャーシー、ドーム製からね、トーレのカーボンマジックに変更されました。で、続いてね、モノコック、ハロ対応のね、ハロ付きカーボンモノコックで安全性が向上です。で、続いてエンジン、トムスは変わらず、型番が変更になりまして、約ね、20馬力アップとなっています。今回ね、シャーシーが若干重くなってるんですけどね、このアップデートかなり大きいと思います。で、続いてブレーキ。以前はね、2ポートキャリパーでしたが、FIA4 のね、規定が、4ポートとなっていることで、前後ね、4ポートにアップデートされました。このおかげもあってか、ホイールがね、以前使われたものと合わなくなっています。で、続いてね、ホイールベースなんですけども、全長ではね、安全性も考慮して、70ミリアップとなっていました。で、最後ね、トレッドなんですけども、前後ともね、10ミリアップという形になっています。今回発表になりましたニューシャーシーですが、各部のパーツがとてもね、コストアップされていて、フロントのウィングやね、リアのウィングなんかも、カーボン化されていました。以前はね、アルミを使用していたんですけども、シャーシー全体がね、カーボン比率がね、とても増えています。気になるね、シルエットなんですけども、安全性を考慮してね、一回り大きくなるかと思っていたんですが、どちらかというとね、スーパーフォーミュラライツに近いシュッとしたデザインで、私個人的にはね、とても大好きでした。今回は2024年から FIA4 で導入される新型シャーシについてお話をさせていただきました。いつもね、激戦区の FIA4 なんですけども、マシンもね、進化して、この先のね、盛り上がり、とてもね、期待しています。